浜 J1 ファーストステージ第12節今日の試合、実況担当は八塚博士、解説は皆さんおなじみ反町康晴さんです。反町さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご覧大勢のサポーターで埋め尽くされました。取り急ぎ両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。ホームチーム、オレンジのユニフォームを身にまといます。現在第6位エスパルス、ゴールキーパーは黒川、ディフェンダーは森岡、高木、鶴見、ミッドフィルダーはファビーニョ、伊藤、高木、太田、アラウージョ、フォワードはアルシデス、北島。システムは352、戦術は主にカウンターです。これに対します白のユニフォーム、現在首位横浜、ゴールキーパーに奈良崎、ディフェンダーに辻本、奥野、手島、ミッドフィルダーに参拝、山口、氏家、吉田、遠藤、フォワードには坂田、田中。システムは352、サイドのスペースを有効に使い攻撃を組み立てます。この試合に勝利すれば他の会場の結果次第でファーストステージ優勝が決定します。反町さん、楽しみですね。はい、私自身も昨日からすごく楽しみにしていました。キックオフ、前半45分のスタートです。パスを出します。スローインでゲーム再開です。奥野、ここはパスを出す。ロングボール、おー、これはいい形だ。面白い、高いですね。 VTR になります。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを防ぎました。いい仕事しますね。コーナーキック、さてどうか。パーに上げた奥野、どうしたんでしょうか。リプレイが出ます。これは決めたかったですね。悔しい。右へパスをつないでいきます。手島、坂田、サイドが行ける。反対よ、反対よ、止めた。鶴見、コーナーキックの場面です。ニアポスト、来た。横浜、いいタイミングで決めました。先制、0対1。リプレイです。鶴橋さん、横浜見事に先制ゴールを決めてきました。いい感じですかね。このまま追加点を取ってさらに優に進めたいですね。キックオフされました。さあ大きく出した。前半の35分になろうという横浜、1点のリード。パスを出します。ここは大きく出します。これは、これはファール、イエローですね。出ましたね。微妙なところなんですけども。さあこのフリーキックはチャンスとなります。狙いますよ、要注意です。さあ来ますよ、遠藤、来たゴール、横浜リードを広げるゴール、0対2。先ほどのシーンです。綺麗に決めてきました。やっぱり飛び道具あると強みですね。素晴らしいキックでした。
キックオフです。太田、ここは大きく出します。アラウンド、かわした、手前からクロスボール、キーパーこれはキャッチします。前半45分が終了です。田中、前半の選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。後半開始のキックオフです。吉田、ここは大きく出します。スローインでゲーム再開です。奥野、田中、うーん、来た、がよく決めました。0対3。今のゴールシーンです。田中、いい動きしてますね。乗ってんでしょうね。ナイスシュートですね。いい仕事しましたよ。キックオフしました。太田、ロングボール、コーナーキック、さてどうか。競り勝った、うーん、来た、これは珍しい、ゴールを決めました。意外にもゴールを決めたのは奥野。リプレイです。鶴巻さん、どうですか。彼がいるとセットプレーが大チャンスになるんですよね。今のも高かったです。キックオフしました。長谷部、長いボールを出した。さあコーナーキックです。折り返した、これが決まった。この差は大きい、0対5。今のプレーです。反町さん、来ましたね。ボールへの反応が素晴らしかったですね。集中してますね。キックオフです。太田、ボールを回します。この笛でファーストステージ優勝を決定しました。選手たちが思い思いに喜びを表現しています。反町さん、やってくれましたね。みんなの表情が、笑顔がここまでの道のりを反映してますね。おめでとうございます。誇らしげに優勝カップを掲げます。ウイニングランが始まりました。スタジアム大声援、選手たちがサポーターの声援に応えます。いやー、優勝するにふさわしいいいチームでしたね。いやー、本当おめでとうと言いたいです。